残るロイヤルナイツはあと5体だ。エグザもドゥフトもギュナスもクレニアムも、そしてロードナイトも。なんか名前だけで強そう。ねえオメガモン、この中に味方してくれそうなロイヤルナイツって本当にいないの？ああ、奴らを味方に引き入れるのは無理だろう。おそらく戦闘も避けられない。そっか、じゃあこのメンバーでやるっきゃないか。でもでもお台場にドドーンと居座ってるエグザモン以外はどこにいるかわかんないんだよね。もしかするとロードナイトモンもお台場にいるかもしれません。え、そうなの？どうしてわかっちゃうの？ひょっとして超能力に目覚めしユーコッチ？リエさんの端末を追跡したらお台場で IP を確認できたんです。それがロードナイトモンのものであると断言はできませんが。いや、ロードナイトモンである可能性はそう低くない。暴走状態にあるエグザモンは彼らにとっても無視できない存在だ。何らかの手段を講じ利用しようと考えるだろう。だとするとエグザモンは我らロイヤルナイツの中でも最高クラスの戦闘力を持つデジモンだ。何としてもロードナイトモンの動きを阻止しなければ。では今こそ味方についたロイヤルナイツたちの力を借りるべきだろう。そのようだな。私が協力を要請しておく。任せてくれ。そんじゃ決まり、みんな揃ってレッツお台場だ。あの具体的な作戦は。そうだね、今回はその場の雰囲気でいい感じに行動しろ的な。なるほど、各自の判断で臨機応変にということだな。さすがのキア、的確な指示だ。そうかな、やっぱそうかな。褒めて、もっと褒めて。バカップル。君たちが納得する作戦で思うように行動したまえ。私は事務所からサポートする。作戦の性質上非戦闘員は足手まといだろうからな。よし、作戦会議終了。それじゃ早速。はい、その前に話があるって。嘘、新たがそんなことになってるなんて。デュークモンが彼を追っているのか。人間を理解しようと言っていたデュークモンが刃を向けるとは。彼の身によほどおぞましい変化が起こっていると考えざるを得ないな。タクモー、あのダメなイケメン、略してダケメンが。殴ろう、一人一発ずつぶん殴ろう。そうすりゃ解決するでしょう。そういうもんでしょう。あ、オメガモモだよ。全力で一発ね。ノキアが望むとあらば渾身の一撃をお見舞いするよ。だがここはまずお台場に向かおう。エグザモンをロードナイトモンの手に渡してはならない。っていうかオメガモン、やっぱ次からは通信で参加しようね。ああ、承知している。人間をより深く知るため、いつかノキアが言っていたカフェでミーティングというやつを体験してみたかったんだ。無理を言ってすまなかった。いいの、君のそういうとこモエピー超高いから。ノキア、君は本当に器が大きいな。まあね、あ
Thank you.
無理しちゃダメだよ。
よく頑張ったね。無理しちゃダメだよ。君がいてくれてよかった。無理しちゃダメだよ。君がいてくれてよかった。行くぞみんな。君がいてくれてよかった。行くぞみんな。
行くぞみんな。みんなよく頑張ったね。無理しちゃダメだよ。君がいてくれてよかった。無理しちゃダメだよ。行くぞみんな。
ダメだよ。みんな急いで。無理しちゃダメだよ。無理しちゃダメだよ。ここは逃げるよ。無理しちゃダメだよ。
Thank you.
無理しちゃダメだよ。ここは逃げるよ。行くぞみんな。ここは逃げるよ。行くぞみんな。
無理しちゃダメだよ。ここは逃げるよ。Thank you.